勝手につくば大使さんは、自分と同い年の有名人というか、うん、同じ年に生まれた、まあ、あの、著名人とかって知ってます？結構ね、スタイル93年生まれでしょ？うん。93年生まれって結構、いや、結構、93年生まれは、伝説の世代だったんですよ。割とね、ここ最近活躍してる人がたくさん輩出されてる年なんですよ。同級生あんま意識したことないな。うん。今ね、ちょっとウィキペディアでね、調べてみますわ。誕生。粗品とかは？そう、粗品は、でも早生まれ。だから93年生まれ。一応93年。まあ、同学年で探すと、同学年で言うと、ね、井上尚弥とか、ボクシング選手の。うん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 。プロボクサーのね、竹内涼真くんもそうだし。スポーツ系？そう、竹内涼真くんは俳優の。で、志田未来ってね、ああ、それはそうだ。あと、神木隆之介。もう今いなくね福士蒼汰とか、あと、ケンブリッジアスカとかね。ケンブリッジアスカ。結構あれですね、ももクロのレニちゃんもそうだし。あ、そうなんだ。間宮祥太朗、あとは。あんまパッとしねえな、やっぱ。そうですかね。うん。93年生まれ世代。ノンもいそうだ、ノン。ノンって、ノー年齢なんですよ。ああ、うん、あと、山本彩香とか、元 NMB の。キャッツ種か。そうそう。で、ね、まあ、野球選手とかはね、僕は結構知ってるけど、うん。まあ、真夏もそうか。秋元真夏ちゃんって、乃木坂の子もそうだし、もっと、はもっとすげえ。柔道の永瀬くん。永瀬貴規って、筑波大卒業の大気戦の、柔道金メダル、東京オリンピックで金メダル取った永瀬選手も。あ、じゃあもう俺も在学中に多分取ったんだ。そうだ、在学中にいた、いや、あれですよ、東京オリンピックだから、多分卒業してから。あ、そっかそっか。あとはそうですね。会ったことあるかもね。そうなんですよ、だから多分どっかですれ違ったり、うん、まあ、飯屋で一緒に行ったりするかもしれない。柔道部のお客さんめっちゃいたもん。あ、本当ですか？宮は。あ、じゃあ、いたんじゃないですか？なんか、カルアミルク、100人前ぐらい。なんでそういう、どっちかね、強い酒飲むか、弱い酒でちょっと、いや、僕はアスリートっすから、みたいな感じで。柔道に予約入ると牛乳鬼のようになっちゃうんですよ。やっぱりちょっとそういうの制限しつつのみなの。まあ、健康、なんで、骨なんじゃないの？知らんけど。まあ、そっか、まあ、そっか、そっか。だから、お酒でね、いろいろこう、帳尻合わせるためのカルアなのかもしれない。カルシウム補給しに来てるのかもしれない。あと、あれだ、こじるり、ね、武井絵美とか。はいはいはい。あ、女優系いいじゃん。新川優愛とか。すごい、すごい人たちじゃん。あ、でも白石麻衣ちゃんとかそうだったんじゃないかな。あいつね。白石麻衣やんは、でも、そっか、早生まれかもしれないですね。93年が出てこないから。そっか、でも同じぐらいなんだね、その辺が。そうなんですよ。もうみんな、みそじじゃん。まあ、そうそう、そうなんですよ。だから、ね。はい、30っていうタイミングだよね。そうですね。で、まあ、まあ、高山博士の誕生日はですね、うんうん、高山博士の、こう、96年生まれだと、うん、あんまり、まあ、これから、柔道の白井さんとか、うん、乃木坂の生田絵梨花ちゃんとかですね。うん、あんまわからんな、今のところ。とか、うん、あとは、高梨沙羅とか。はい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 。もそうですね。はいはいはい。佐々木アーリンとかもそう。佐々木彩香ちゃんって、ももクロの。はぁ。とか、そういうのが多いですね。で、結構気にするのよ、そういうのって。気にするんです。僕は気にするんですよ、そういう。ヒロシ気にする系？ヒロシは、内年に誰が生まれてるのかっていうのを気にして、ちょっと今後の人生で、その人たちの子との差をどう埋めていけるか。差を埋めるの？人生、やっぱりスタートダッシュがもう圧倒的に突き抜けてるじゃないですか、まあ彼らは。まあ、ね、そうなのかな。やっぱ高山世代のトップランナーを走る人たち、うん。なるほどね。の、こう背中どうやったらこう、この先の人生で差を縮められるかっていうのをこう考えて。同世代レースで、やっぱ前のランナーを。そうです、そうです、そうです。抜きたいわけだ。抜きたいというか、追いつきたいですよね。うん、まあ、抜きたいとかっていうとちょっとおこがましいかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとでも差を縮めたいじゃないですか。なるほどね。だから自分がなんか怠けて、ぼーっと家で鼻ほじったりとかしてるときに、うん、いや、お前の同い年の、人たちはこんなに世の中活躍してる人いるんだぞっていうのをちょっと励みにしようと思って。なるほどね。俺その人たちの写真とか集めて、コラージュして、LINE じゃない、そのトップ画面にね、はいはいはい、ロック画面携帯の仕様と待ち受けにしようと思った時があるんですよ。でね、その写真をちょっと今、タイさんに LINE で送ったんでね、見てほしいんですけど、結構、おぞましくて、結構おぞましくて、これちょっと、リスナーの皆さんに
説明すると、はいはい、まあ、あれだね、うん、8枚の花見だと真ん中にね、そうそう、お花の真ん中があるみたいな、うん、真ん中にひろしくんがいて、はいはい、あの、北に2人、うん、東に2人、うん、南に2人、西に2人って、そうそう、なんか一周回ってなんかすごい、なんかこう雑なコラージュ。でもあの、LINE、なんだっけ、LINE フォト。みたいなのにアップルに入ってる。追いつきたいくせに自分ど真ん中なんだけど。だから高山世代ですから、やっぱり僕が中心な時に高山世代をまとめた時にこういう人たちがいるんだ。ただこう見たらあれだね、すごい各業界めっちゃ頑張ってる人たち。そう、各業界からあの揃えたんですよ、僕が。女性5人、うん、男性3人で。そうそう、男女比も、あの、で、スポーツ、スポーツ、左下誰？左下は、まず説明しますね。左下、あの、丸坊主の人は、あの、白井健三、あの、うん、体操の。体操の方か。そうそう、体操の白井って技が、やっぱり結構早熟で、白井って技があるぐらいの人、もう引退されたのかな。ね、7時、9時が白井さんね。白井さん。で、9時、11時。が、ももクロのアーリー。うん、これがアーリーか。そう。え、いるこれ、この人。今もいるいるいる。こんなやついたっけ？いるいる、全然いますね。ピンクの女の子。12時までは12時までは、あの、元乃木坂の、あの、堀美央奈ちゃん。この人なんか見たことあんな。そうそうそう。堀ちゃん、堀ちゃんっていうね。はいはいはい。で、12時から1時半。1時半までは、あの、中日の、あの、ライデル・マルティネスっていう。これは知ってるよ。キューブ。なんで知ってるんですか、ライデル・マルティネス。顔見たことある。あ、そうなんだ。テレビで。中日の、あの、守護神、抑えピッチャーのライデル・マルティネスね。キューバの、あの、大同士なんだ。同い年で。やば。しかも誕生日も超近い。2月全然。10月生まれ。貫禄やばくね。うん、で、その次が、あ、これは、スノボ？そう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 。プロボール。陵侑ですって、竹内陵侑ですよね。なんだっけな。そうそう、スキージャンプの。ジャンプか。うん。ジャンパーか。そうそう、スキージャンプの、あれ、竹内陵、俺、ちょっとな、しばらく前だから、ちょっと忘れちゃってるな、竹内、小林陵侑、小林陵侑。小林陵侑さん？うん、小林陵侑もうちょっと前の東京オリンピックで、これ去年パンパン、あのメダルをこう取りまくった人。去年のヒーローね。そう。スーパースターね。スーパースター。で、3時から4時半は？ 3 時から4時半は、まあ、元乃木坂の、あの、生田絵梨花ちゃんってね。生ちゃん。乃木坂。なんかこの人見たことあるな。なんかアイドル系の本当に。まあ、俺が知ってるっていう範囲じゃないと、その励みにならないからね。そう、偏りがもう偏りそう。俺が知ってるっていう範囲じゃないと、俺が見た時に励みにならないから。まあまあまあ、そうだけどさ。そう。すげえ、井の中の蛙塚ある。そんなことない。4時半6時は ?4 時半6時が、あの、高梨沙羅ちゃんね。はいはいはい、はい。スキー2人いるんだね、まず。うん、で、6時、7時半は？その人は、あの、まあ、目覚ましで、今も目覚まし土曜日のキャスターで、元目覚ましテレビのあの、お天気お姉さんの、あの、阿部佳代子ちゃんっていうね、私が一番好きな女の人ですけども。あれ？海藤英子？海藤愛子？海藤、うん。海藤愛子は全然上じゃない？俺より上か。30も超えちゃってるんですか？海藤愛子は。うん。ちょい上か。ちょい上。でも、そのなんかわかる。アナウンサーとかで。うん、同級生というか、同い年いるとビビるよね。ビビる、ビビる。もうだって年下がいるぐらいのあれだ。そうね。最近、ジップのお天気お姉さんが、23歳の誕生日でした、みたいな。うわぁ、すげぇ、うん。年下だともう励みどころかなんかね。まあもうすげぇな。ね、ああ、なんかすげぇなーって感じですよね。もう甲子園とかね、高校球児とか、プロ野球選手になる人たちもみんな。出過ぎた杭でぶてないけど、振りかざしたハンマーどうしようみたいな。振りかざさない。振りかざす気も起きない。まあっていう感じでね。高すぎるな。まあ、で、真ん中は真ん中、いや、真ん中高山博士ですよ。いや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 、もう一人映ってるじゃん。見切れて。ああ、まあまあまあ、もう一人がね、その時付き合った人です。おーい、なんだよ。結局、そうやってなんか、待ち受けにさ、のろけじゃん、この話。のろけになんないでしょ、元カノなんて。結局なんかそういうさ、元カノでのろける人っていないじゃん。何元カノのタイミングでこの写真を使ったの？元カノ、はい、そうですね。あ、それは。よく写ってる写真。もうちょっといい写真使えよ、じゃん、素材。もっと、他にないの？撮ってもらった写真ないの？でもある、あるにはあるけど、僕は結構その写真が好き。自分にとってはね。いいよ、もう。だからさっきその見切れてる人にめっちゃ似た人がそこを通りかかったからめちゃくちゃビビったんだよな。とりあえずツイートするね、この画像。あ、今ツイートするの。
うん、まあじゃあ、というわけでね、やっていきたいと思います。恥ずかしい気持ちもゼロじゃない。はい、というわけでね、オープニングトーク10分使いました、ね。やば、こんなことあるんだよね。つくば市在住26歳、高井美優でございます。はい、勝手につくば大使です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。つくば市在住26歳っていう挨拶をするのもですね、もう、確かに。最後、今回で。そうね。うん、まあ、何を書くと、今日、10月3日の、2日後がですね、うん、高山博士、27歳のバースデーです。イエーイ、ハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを。いや、あのさ、違うの、27でしょ、はい、もう誕生日でそんな盛り上がる年じゃなくない。いや、でも誕生日って素晴らしいですよね。23までだよ。いや、生きてるだけでおめでとうってもらえる日ってその日しかないから。そんなおめでとうって言ってもらえなくない。いや、言ってもらえるよ。だって自分で言ってるだけじゃん。自分じゃないですか。だから自分で言えば、まあ人も言ってくれるだろう、ね。まあ、一応聞いたら、ね、社交辞令で、うん、ああ、おめでとうとは言うけど、だからってなんもないじゃん。バスケットボール、ゴール、あっ、いい、もう AKB 世代ね。皆さん、ずーっと。27って感じだね。いや、そう。確かにね、バースデーだってこの歌が出てくるって27歳。27あるある、ね。27あるあるかもしれないですね。まあ、だからさ、そういうね、今日オープニングでは、うん、同世代何してるかなみたいな話もしたんですけど、はいはい、もう一個ちょっと考えるのは、今こう活躍してる人たちが、27歳ぐらいの時に何してただろうな、うん、なるほどね、気になるわけです。確かに確かに。大地さん27の時何やってました？今から3年ぐらい前か。3年前は普通に、あれだよね。うん。選挙を当選して1年経ったぐらいだから。あ、そうか、そんな前になるんだ。今とあんま変わんないかな。でもそうか。27歳で、大地さんは、あれなんですね。25で、5で当選した瞬間、6になったかな。ああ、そうだ。ああ、そうか。もっとですね。あれ？違うか。ああ、そう。26で当選したのか。うん。で、7になったのか、すぐ。そっかそっか。そう、11月でもね、選挙が11月だったから。そうだね。そうそうそう。27の時はもう、全然、その人生の大きなターニングポイント的な意味で言ったら今とあんま変わんないかな。まあそうだけど、27歳で大使は議員になってんだ。そうね、すごいっすね。まあそう考えると。あっという間だね。うん、2、3年になって、あっという間だ。もう気をつけないと。そう、僕そういうのね、ちょっと Excel にまとめてるんですよ。そういうのまとめてんの？まあまあ、全然最近やってないけど、これ、パソコンが今ね、あるんですけど、うん、モチベーションっていうファイル名にして、どういうこと？偉大なね、僕が尊敬する人たちは、27の時とか、この年齢の時何してたかな、みたいな、まあ。バナナマンをね、27歳にしたらと、したらさんが、ちょっと日村さんより年、日村より年下だから、うん。したらの方が、したらに確か合わせてると思うんですけど、まあまあ、ラーメンズとこうユニットライブやってて。出た、ラーメンズ。みたいな。で、まあ、オードリーは、そう、オードリーは、あれなんですよ。僕、まあね、オールナイトニッポンの話をよくしてるからさ、僕ね、うん、オードリーは、ちょうど27の時に、若林春日が27の時に、オードリーになってるんですよ。名前変えたんだね。ナイスミドルっていうね、コンビ名から、オードリーになったと。お前ら暗いから明るいコンビ名にしたよって言って、オードリーになったというふうに言われています。そうなんだ。でも、落合監督ですね。落合博満選手は、もう、プロ野球選手ちなみになってるんですよ。で、落合監督ってプロ野球選手になったら遅いから、26ぐらいで野球選手になってるから。いや、なんかすごい。野球になった瞬間情報量多いな。だから、ウィキペディアとかで調べてるんですよ。お笑い芸人さんのこう、ね、そういう細かい、この年はこうみたいな情報量そんなにないのよね。そうね。そうそう。で、落合監督は、1927歳の時、太陽とのオープン戦で左足首を怪我して前期を棒に振る。5試合連続ホームランのイースタンリーグ新記録を認められて、後期より1軍に昇格。井上洋次に代わりに二塁手の定位置を得て54試合に先発出場した。シーズン終盤には三塁手に回り、同年は15本塁打を放つと。だから、まあ、もっとさ、うん、歴史的偉人みたいな人の27のが気になるの？確かにね。なんか別に今も走ってる人たちだからさ。まあまあまあ、まあ、なんか、やっぱりそう想像できないとさ、あんまりぼやけちゃうね。まあね。
そうだけど。爆笑問題はちなみに、28歳の時に、事務所独立してますね。独立が28歳。そうそうそう。だから今ぐらいはちょうど事務所辞めて、干されてる頃ですよね。じゃあ俺らも辞めて、何独立か。何をだよ。ラジオ、ラジオ。ラジオ。別に干されないよ。ただ、事務所に、ラジオにやってたって干されてるみたいな感じなんだ。そんなことはないよ。で、じゃあまあわかりましたよ。じゃあ、歴史上の人物のやつか調べられるのかな？ちょっと気になる。織田信長、生まれ年が、だから生まれた年が分かればいいんですよね。で、生誕が1534年6月23日。だから、27歳っていうと、1561年か。1561年、信長は、あ、だからあれだ、桶狭間が1560年。ああ、じゃあ、合戦中だ。で26歳な、の時に、今の僕の歳は、今川義元をぶっ殺してますね。やば。家康と同盟を結んでる。やばいじゃん。桶狭間。めちゃめちゃ、うん、化け物じゃない？いや、そうですよ。そう考えた。すごい人だったんだよ。何者なの？何者ってか、戦国大名。何者かどうかは、歴史の勉強ちゃんとしてる。それは結果論じゃん、うん。最後まで知ってる俺らはそうやって思えるけど、まあね、その26でそんなことしてる同期がもしいたら、うん、マジで将来どうなんだろうと思わない？まあ、だから大志さんが、あれだよ、いわゆる県知事をこう選挙で破ってるみたいな。県知事？わかんないですけどね。あとは、他、誰かいるかな？歴史、偉大な人。アインシュタイン。アインシュタイン。アインシュタインの27歳。7歳。まあ、学者はね、結構遅咲きだったりするから、そうそうそう。そういうのは意外と、ね、希望持てるでしょ。希望持てるかもしれない。まだ俺らもアインシュタインになる可能性あるもんね。1879年生まれだから、うんうん、まあ、早生まれですね、この方。1879年生まれなので、1878年の、学年ですね、アインシュタインは。うんうん、だから26歳、27歳のなった時。26歳、27歳、27歳の時か。27の時は、そうね、1906年とかかな。1906年。あってる、ね、?1906 年ですね。1906年の、あ、ですね、お、アインシュタインは、1905年に、相対性理論を発表しております。天才、大天才。砕かれたわ。いや、大天才だわ。じゃあもうこの時点で、俺とヒロシはもうアウトだね。ドボンだね。ドボン、ドボン。相対性理論。特殊相対性理論を発表したのが1905年。大天才。やば。で、21年に、ノーベル物理学賞だから。やっぱ偉人は偉人だね。偉人は偉人。すごいね。やっぱ芸術家とか調べたら、ね、岡本太郎とか、にしますか。そうね。なんか、調べれば調べるほど傷ついていく気がする。励みになるじゃないですか。岡本太郎は1911年生まれだから、この方も、この方も早生まれで、96年の1月に亡くなっておりますね。938年。そう、その1938年か。1938年の岡本太郎何やってたの ?1938 年。あ、まあ、ウィキペディアだけ見ると、何やったかは残ってないんですけど、翌年にお母様が亡くなってるのかな、うん、そうですね、お母様が亡くなってて。まだまだ、あれですね、修行の身というか。だと思いますね。だからその後、まあ戦争行ってるんですよ、この人。そうなんだ。戦争行って帰ってきて、太陽の塔を作ったのは70年だから。70年なんだ。うん、だからやっぱり、割とこう、年を取ってから、ね。じゃあまだ普通に。まだ、ね、でも芸術家は芸術家なの？その時も。1930、あ、フランス語を勉強するためパリの理性に必要な生活だから、ですね、そうそうそう、フランス、10年ぐらいフランスで過ごしてるんですけど、フランスにいますね。1938年の岡本太郎はフランスに今いる。やっぱ一味違うね。うん。芸術で、で、1939年、お母さんがお亡くなりになった年、芸術への迷いが続いていたある日たまたま立ち寄った画廊で、パブロ・ピカソの作品を見て強い衝撃を受ける。そしてピカソを超えることも、巨に絵画制作に打ち込むようになるということで、芸術にこう、なんだろう、ドハマりしていく、ちょっと前のタイミングですかね。じゃあフランスで10年何してたの？うん、なんか最初は、あれみたいですよ。お父さんが朝日新聞の特派員として、みたいな。
きっかけはそうなんだ。感じですね。そういう生まれ。芸術家はそう。芸術家はまだ結構何者にでもなってないような感じかもしれない。そうね。なんなら死後作品が売れたりするパターンもあるもんね。そうそうそう。そういうパターンだったりするんで、まあ全然、全然ちゃあれですけど、まだまだ、だから、あのね、まだまだわからない人たち。あとは、なんか気になる人というか、どういう系がいいかな。ちょっとまあ武将とか、武将とか、芸術家行ったから。アインシュタイン行ったでしょ。もっと違うジャンルの。モーツァルト。モーツァルトか。まあ音楽家ですよね。モーツァルトはでも早くに亡くなってるんじゃないかな。確か。早く亡くなってるから。27で。そうそう、あの、35歳でね、亡くなっているから、もう結構活躍してるかも。1756年生まれ。まあ、この人も早生まれですね。1月生まれ。で、あの、単純に27足して。83年。早いですね、さっきから計算が。いやいや、結構遅いという自負はあるけどね。まあ、1700、まあまあ、はい。1783年。この頃、ピアノソナタ第11番、トルコ行進曲を作曲したと言われる。もう天才ですね。まあ、1778年説もある。教科書載るレベルってそういう人なんだね。まあ、そうですね。やべえ、教科書に載ろうと思ったら、もう僕らの年ぐらいには、なんか、生み出してないといけないわけですよ。あれは例えば、うん、安倍晋三は安倍首相。安倍首相は、27ぐらいの時に、うん、選挙出たのがいつなんだろうな。あの人たち何してたんだろうね。1954年生まれですね、安倍晋三は。うんうんうん、1981年の、うん、安倍晋三。いや、まだ政治家になってない。神戸製鋼で、働いてますね、この頃の安倍首相は。1980年5月から1981年1月まで、加古川製鉄所の工程。加古川で配属された。そうなんだ。営業担当が受けた注文の工程管理員になった。その他、ニューヨーク事務所、東京本社などで勤務した。なので。普通にサラリーマンというか。サラリーマンですね。工場の。うん。で、この翌年に、まあ、安倍晋太郎さん、お父さんが、外務大臣になってるんで、うん、安倍晋三が自分のこう秘書官になることを命じたと。まあ、しかし、安倍が拒否したため、で、慎太郎は神戸製鉄所首脳部に連日電話を入れ退職させるよう迫った。安倍はほどなくして同社を退職し、大臣秘書官に就任したと。そうなんだ。そういう、ね。じゃあむしろ父親ご利用しで、なんだね、うん。まあやっぱり結局二世議員のね、そこは難しいところですね。はい、っていう感じ。だから安倍晋三はまだサラリーマン。でもすごいな。うん。政治家はそうかもしれない。政治家は大体ね、政治家になるのはちょっと、こう、遅い。デビューするの、うん、新人議員でも40代、50代だったりするから、うん、遅いですよ ね、 そういう意味ではね。確かにね。うん、まあそうかな。初当選で言うとそうかもしれないけど。そういう人の27ぐらいの頃何してたかなっていうのを照らし合わせると、もしかしたらね、ヒロシが出馬する可能性がね。まあまあそうですよ、ね。10年後、20年後あるかもしれないし、うん、来年あるかもしれないし。長山ヒロシの27歳の時は何やってたんだろうっていうふうに、後から調べた時に、あの、ラジオをやってた。そうそう。だから、ハズゼロが始まったのが僕25歳。あの、つくば市在住25歳、高山ひろしでございますって挨拶をずっとしてたから、うん、25の時に始まったんですね。ね、だから、まあ、ハズゼロがこれから伸びて、ちゃんと番組としてこう伸びていけば、あの、25でハズゼロ始めたんすか、すごいっすねってなるかもしれない。だって知らない人いないでしょ、もう。ハズゼロ、うん、どの界隈でかによるけどね。いや、大体だって、声かけらんのね、街歩いて。あ、ハズゼロの声。その声はみたいな。俺そんなに喋りながら歩いてないよ。あ、そっか。だから声かけらんねんな、あんま。もう黙って歩いてるからね。あ、そりゃそうだよ。もっと調べてみよう、いろいろ。もうちょっと今ね、あ、織田信長行って、アインシュタイン、岡本太郎、モーツァルト、安倍晋三行きましたけども。なんか、渋いとこ行くな、でもなんか情報が出てこないか。将来の夢で、うん、憧れたような研究者とか科学者系、うん、あのもうそれはアインシュタインもいるけど、そうそう、日本のちょっと宇宙飛行士とか、野口さんとかね、うん、野口さん確かにそういうレベルの人って27の時にはもう相当訓練してるイメージあるけどね。野口あれ野口さん、野口総一か、三野口宇宙、野口総一さんね。野口総一さんは、1965年生まれなので、91年。
92年ね。92年、何言ってたかなーっていうと、宇宙飛行士になったのは96年です。31歳。うん、で、ね、そうなんだ。うん、だから91年何やってたか全然ね、情報が宇宙飛行士っていう、まず、要は資格があるわけだよね。そう。認定されないと。そうね。もともと航空技術者として、IHI において、超音速旅客機のエンジン開発に従事したと。すげえ。で、まあ、今の JAXA の応募、募集に応募して、候補の570人の、2人の受験者の中から96年に認定されております。やっぱチャレンジしてんだね。そう、だから、まあまあ、バリバリエンジン作ってる頃、野口さんは。だからさ、表には出てこないけど、当時の、その人を知ってる人からすると、いやもう、彼は化け物でしたよ、みたいなタイプかもしれないですね。確かに。そうそう。とか、山中伸弥教授とかさ、iPS 細胞を発表したと言われる、山中先生は全然何若い頃というか。経歴的には。そうそう、経歴的には、もう、ずっと、お荷物、研究室でお荷物扱いされてて、すごい邪険に扱われて、邪魔中ってあだ名つけていじめられたりとかして、そうなんだ。で、お前なんかもう役立たない、やつだよ、みたいな感じで、すごい馬鹿にされてたと。だけど、諦めずに続けたら、モデル賞をね、取れるぐらいになった。と、まあ、研修医時代はそういうふうに周囲から遅れを取っていたことから邪魔なんかと揶揄されていたが、研究者に転向した後に iPS を見つけてるんですよね。だからノーベル賞を取った時に、僕は若い頃はすごい馬鹿にされましたみたいな挨拶をしたのが結構有名。へぇ、山中教授は1962年生まれだから、うん、1989年かな、そうね、89年。何言ってたの ?1989年に、病院を辞めて、大阪市立大学大学院に入学したのが1989年。わお。だから、最初、なんか、医者になりたくて医学部出て、うんうん、研究者、だからそうですね、他の医者と比べて技術面において不器用であったことから、周囲からレジスタント、邪魔なんかと揶揄されたこともあり、向いてないと痛感したというと。で、まあ、研究者を志すようになって、大学院に進学するのが89年だから、やっぱ結構タイミングポイントが大きいですよ。めっちゃでかい転機だね、うん。でもあれだね。確かに、このぐらいの年ってさ、うん、なんか向き不向きとか、周りの職場との相性とかをさ、うんうん、こう受け止められるぐらいの、うん、そうですね。こうキャパはさ、うん、余裕は出てくるけど、うんまだ他にチャレンジする時間も労力というかパワーもあるから、うんうんうん、意外とそういうのに素直に従って、確かにね。一回切り替えるんだったら、いいタイミングだよね、うん。そうですよね。そう考えると全然なんて言うんでしょうね。まだ全然間に合うでしょ、そうそうそうみたいな。だからそっか、大学、例えば大学行った人からすると、大学行って5年ぐらい経って、まあ、うんうん、変な話、こう、5年仕事してみたけど、うん、ちょっとまた別のことやりたいっていう風になるかもしれないし、そうね。20代をこう、振り返った時に、あと3年で30歳になっちゃう。このままじゃいかん。なんか、俺もやらなきゃで、転機を迎える人も多かったりするから、うん、まあそういう、こう、進路の選び方とかっていう面ではそういうね、そういうタイミングの人も多いかもしれないね。だって結構さ、医学部とか俺浪人したんだけど、うん、医学系で浪人してる人めっちゃ社会人辞めて、うん、とか社会人やりながらみたいな人多かったもんね。うん、ああ、そうなんですね。うんうん、そっか、やっぱ医学部、確かに割といるらしい。医学部は医師免許を取るために、うん、なんか社会人になってから行く人が多いイメージかな。うんうんうん、なんかちょうど筑波の50周年、筑波大学50周年で、今日1日だから、まあ、イベントがあって行ってきたんですよ。うん、そしたら、学長が講演してて、学長の講演で最後に吐いて手を挙げた人がいて、私はですね、5分野全部極めようと思って、学生時代は、なんだっけな。まあ、文系、理系、体育、芸術、うん。自分は文系だったから、まあ、違う、自分は理系の学部だった、学類だったから、文系は独学でやって、芸術と体育の授業を取って。で、医学の授業は取らせてもらえなかったから、大阪、卒業したと大阪大学に行って、医師免許を取ったみたいな。で、最近は、陰謀学という、
新しい学問をこう、開発しようと思って、研究をしていて、僕はですね、コロナとかワクチンとか、何か怪しいと思って研究していますとかって、ちょっと会場がざわつく一面が。やばいね。うん、そんな人もいるんだよね。そういう人もまあいたりしますですね。うんうんうん、まあ確かにそう、そうだね。医学の世界はそうかもしれない。そして何歳ぐらいだった？いや、白髪でね、ちょっと歯がハゲ。あ、そうなの、うん、?50 代、60なるかなんないかぐらいのタイミングでしたね。じゃその人は27歳ぐらいの時、ちょうど高山博士みたいな感じだったかもしれないよね。うん。かもしれない。高山博士みたいな感じだったかもしれないって言っときます。イメージが全然わかんないけど。そう、だから、博士の将来は、え冗談。私みたいな感じ。そうそうそう陰謀論を唱えたいと思います。まあね、できないことはないと言われてました、学長に。できないことはない。包み込んだ上で蹴られてる。って言われていましたね。そう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 。そうね。まあ自由だからね。うん。まあそんな感じですけども。あとは、誰がいるかなと。逆にさ、うん、普通に、社長とかも社長とか、社長、孫正義。孫正義ね。孫正義。あ、とか、あれに、スティーブ・ジョブズとかも気になる、ね。ああ、いいね、いいね。孫さんは持ってんのかな？孫正義。まあ、社長とかは、ね、あ、イーロンね。1957年生まれ、8月生まれだから、27歳の時は、孫さんは、1957年生まれなので、84年かな、うんうん、1984年の時が27歳ですけども、84年。ね、いや、乗ってないな、ただ、もう起業してんのかな、特に。ソフトバンクを81年に設立してますね。わお。うん。81年に日本ソフトバンクを設立し、代表取締役社長に就任するも、83年、慢性肝炎での入院をきっかけに社長職を解いたと。で、86年に社長に復帰していて、パスマの南部安行、HIS の沢田秀夫と共にベンチャー三重士と称されていたと。だからまあ若手社長みたいな感じですね、今これぐらいの時は。もうなんなら3年経営も踏まえて、一回退いてぐらいやってるってことでしょ、うん、そうそうそう。すげえな。そう、まあ最初はそんな感じ。だからまあ結構天才だったということですよね。あれ、なんだっけ、誰だったっけ。イーロン・マスク。イーロン・マスクね。スティーブ・ジョブス？スティーブ・ジョブスね。イーロン・マスク。71年生まれ。だから、98年。1998年のイーロン・マスクは、まあ、1999年に X.com を共同設立してますね。まあ、オンライン金融サービスと電子メール決済の会社である、X.com を設立して、最初のオンライン銀行の、連邦政府が保証する最初のオンライン銀行の一つであり、設立後数ヶ月で20万人以上の顧客が加入したと。マスクは創業者でありながら、投資家から経験不足とみなされ、年末には、CEO 交代したということで、その前の年だから、まあでも、普通にね、起業してます。95年に起業してます、マスク。大学院を休学して、この人そうなの？大学？高エネルギー物理学を学ぶために、スタンフォードの大学院に進学してる人なんですね。あったわよ。ね。だから、宇宙、やっぱりスペース X とかやってるからさ。スティーブ・ジョブス。なんか、スティーブ・ジョブスもさ、私はね、あるよね。僕、教育実習行った時の、英語の教科書がスティーブ・ジョブスだったんですけど、話が。そうそう。まあ、本にもなってるもんね。ジョブズ、1955年2月24日生まれ。で、まあ、早生まれですけど、もう、足す27して、82年かな ?82 年。1982年に、1982年の2月にはタイムの表紙を飾るなど、若くして著名な起業家となった。やべえ。全然もうアップル生まれてますね。ちょっとあれだね。うん。早い人は早いんだね。早い人は本当に早い。で、まあ、10月5日に亡くなってますね、スティーブ・ジョブズ。俺らが知らないだけだと思うけどさ、逆に今27歳でさ、最初の話に戻るけど、要はそのなんとかの表紙飾ってるような同期がいるっていう話だよね。まあ、そうですね。最速のもう、だからもう将来ジョブスの可能性がある。そうだよ。将来のノーベル賞学者とか、将来のジョブスみたいな人はもう、ね、もう全然いるんですよね。いるよね。中にガンガンいるっていう。半端じゃないよな。なんなら今ね、中学生とか高校生でも起業家とかそういう全然いる。早いね。YouTuber なんかでもさ、
ちょんまげ小僧だっけ、うんうんうん、ちょんまげ小僧だってるっけ ?YouTuber。知らんけど。なんだっけな、あの、次のゲストの方がね、来ておりますけど。ちょんまげ小僧じゃないから、次のゲストじゃないよ、ちょんまげ小僧は。いや、もうやるんだっけな。中学生は YouTuber で、最近100万人から、1万人だか100万人だかって言って、結構話題になってるやつ。まあ、そういうのがあった、ね。はいはい、そういうのが、まあ、あったというふうになっておりますね。ちなみに、同い年、もう一回探してみるか。うん。94年、あ、6年ね。96年の人が、やっぱりさ、スポーツ選手とかタレントさんばっかり出てくるんだよな。まあまあまあ、花形だからね。あ、霧馬山ね、力士。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うん、いや、まあでも、それは、だって、ね、稽古場でしょうよ。そりゃ。アスリート系はもうさ、若いほど強いみたいになると、もう、もっと手前から、ね、すごい苦労してる。そうそう、逆にもう20代が全盛期だったりするからね、アスリートは、ね。そうね、まあ、スポーツ白井健三なんてもう引退してるからね。引退してんだよ、白井健三だって。もう、だから、一山超えてんだよ、ね。いや、第二の人生なんだよ、白井健三はこれからが。強すぎ。マリア・オリンピア、ギリシャの王女っていう人がいますね。だから、将来のギリシャの子、まあ、女王になるかもしれない。あれは?デヴィ夫人は?デヴィ夫人?あ、デヴィ夫人が27歳の時ってこと?そう。デヴィ夫人、確かにね。すごそうじゃない?デヴィ・スカルノ、なんかスカルノの奥さんだったんじゃないかな、当時。まだかな。めっちゃ綺麗だった時だよね。うん、デヴィ夫人、生年月日1940年2月6日生まれなので、67年。まあ、67年ですね。67年。まあ、62年にスカルノ大統領、インドネシアのね、大統領と結婚してますので。結婚じゃあ5年。5年目、67年ね。67年、あ、3月11日、都内病院で娘のカリナを出産すると。おー、そうだよね。スカルノ大統領の8番目の子供だった。確かに女性は、そうね、出産する方も、そのぐらい年齢だと多いよね。うん、で、まあ、この時には、日本に来てるのかな、都内の病院で産んでるって書いてあるから、うんうんうん、里帰り出産。65年にクーデターが起きて、スカルノ大統領が失脚をして、はいはいはい。で、まあ、っていう年ですよ。だから62年後に病院で、まあ、娘を産んでるって。すげえな。いうことですよね。ラスト一人ぐらいいますか?誰かな?花は?花は?あれの人 ?SAGA サガー人 ?SAGA サガー。今は亡き。ガッツ、ガッツ、ビワガッツ。そうそうそう。雪国もやしは、よくそんなジャンルが出てくるんだ。花は世代です。大ファンク。僕がたち小学校の世代は世代だけど、そんな覚えてねえよ。1976年7月生まれだから、うん、27歳の時ね、1993年かな、うん、1993年の時。で、1993は、あ、まだね、お笑い芸人になってないですね。1997年に活動を始めた。2000年代からベース漫談やモノマネゲット。すげえ。いや、佐賀県が、だから SAGA 佐賀は2003年だから、4年で、3、4年でバーン行ったんだ。見た、ね。エンタも出てたもんね、だって。うん、逆にすごくね違う ?2003 年でしょ ?SAGA 佐賀が。93年じゃないかも。10年そっか。なんだ、あ、そっかそっか。1976年生まれで、2003年でしょ27か。27? 93年が27歳でしょ ?93、1976年生まれだから、76足す27で、2003だ。2003年が 23?27か。で、2003年に、だから SAGA 佐賀が売れてるから、やっぱりあれだよ。27歳で佐賀県がヒットして、年末には NHK 紅白歌合戦の出場を果たすと。いや、花輪もすげえ。だから花輪もそう、花輪も SAGA 佐賀、SAGA 佐賀って言ってるのが僕らの年。わあ、今年ね。もっと言ってるかと思った、あの見た目。確かにね、やっぱ、だってもう若いもん、まだ47だもん、花は。そうなのか。うん。いや、そう。で、そっかそっか。で、弟のナイツの花はが、漫才で売れたのが30歳ぐらいだから、多分ちょうどそれぐらいの年の差ぐらいかもしれないですね。
まあ、というわけで、いやー、そうか、花輪も。いや、一番勇気もらえたのは花輪だよ。花輪。確かにね、だから27で SAGA 佐賀だから、僕の27歳、まあ、ね、あと2日後から1年間で。そうね。こう、この年に、あ、27の時に高山宏はこれをやってんだっていうふうに。多分何か一曲、バズるやつが生まれるんじゃない、うん、ですかね。NAGAO, NAGAO, KISO, 基礎 NAGAO, 長尾。長尾の。あ、長尾か。MO の MO、N。NAGAMO、長尾ね。絶対、だから KISO 基礎はできる。基礎いけるじゃん。基礎はいける。KISO。